さんはこんばんちはです。パパスです。今日は今バラバラにしていってる GRS180 クラウンアスリートさんのですね、サルフを社長に取っていってもらいたいと思います。お願いします。バイザーとかはやってるやん、はい、うん、これゴム越しレザーストリップね、はい、うん、センターピラーとか、はい、フロントとかもピラーは全部外していいから、はい、まあ、これ4つ持ったから外してもはい、こんな感じですね、うん、で、向こうももう外れてます。よいしょ。ナビの配信来たね。はい、そうだね、車内に移動してきました。このランプ、まあこっちから外してんねんけど、はい、これちょっと立ち悪いから、まあ、うん、ちょっともう内張りは売れへんから、はい、まあマスキングテープとか、うん、こっちからババッと、うん、ゴッとするんだけども、うん、こいつな、うん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 、こいつがでかすぎて、はい、ほんまにでかいな。なかなか、うん、ここここ、うん、こういう感じね、こいつが、はい、こいつが、はい、こんなに、うん、ああそうなってる、うん、そうそう、こっちって、はい、うん、ちょっとこっちでやってみようか、はい、こいつが広げたら取れる、ね、うんうん、この両側ね、はい、でこいつはこっちかな、こっちを、うん、はい、取れます。こっちからやったら割れる、はい、なんかこのスイッチ側からさ、うんうんうん、ここにあります。こっちも両方。誰かこじてる跡があったから。あります、ね。取られへんかったと思うからな。はい。あ、うん。ここが外れるんだったら。はい。前引っ掛け2箇所あるわ。で、後ろか。うん。わかった。わかった？うん。あ、ほんまや。緑。あ、見えた見えた。はい。ここにピンがあるから。はい。ちょっとこれな、バチッといってもらったけど、まあまあ。大丈夫。このピンだ。はい。うん。これが両サイド。これはちょっと硬いよな。うん。まあでもこっちさっき取った方を浮かしたら見えた？両方とも。うんうん。うんうん、もうだいぶ。でここも。はい。俺ちょっとして柔らかいからいけたけど。うん、はい。あんまりしたらこう割れるかもからな。うん。ここね、カプラー、はい、よいしょ、はい、こいつ外して、うん、こいつ外して、うん、このカバーは一緒についてる、うん、ああそれね、うん、はいはい、テープ、
こいつです。はい、爪が長いな。またすごいですね。6箇所やな、だから4箇所やと思ったけど、はい、横にも、横にあるからね。はい、よいしょ。こいつもあれやな。どうなってます？フロントと一緒で、うん、配線を抜いてこのこいつを抜かな。こいつがこっちかな、逆かな。ここもせえし、ここもせえね。ここね。ある。うん。あるけれども。あ。この白いなんでは取られへんの、社長。ん？ここにほら。あ、これ全体だ。そうそう。全体が取った方がいいかもからね。うん。白い全体だったな、なんか、うん、いや、これじゃないと物が変えられない。あ、そっか、はい、それあ、来た、こういう感じ。あ、スイッチがこれ刺さってるわ。あ、だから逆にこれ、このスイッチを押しちゃったら勝手に上がってくる。全部がスイッチを押しておけな。後ろからね、うん、こんな感じです、うん、スイッチを押し続けたら、うん、あとはこのスイッチを抜くだけ。置いたらね、うん、あ、そういうことね。これは手前やな。だいぶね、これは外れへんね。もう上に残ったまんまってこと、うん、うん、はい、やっぱりみんな噛んでるよ。お、頭で持ってる。接着や。接着？うん、お、音的になんかピンかな思った。ちゃうか。うん、おえー。はーい。うん、ずっと配線が。うん、配線がベアと。接着でついてるんですね。うんうん、ちょっと痛いでしょ。こんな感じで。そこですね、問題ね。長いやつも。はい。ガラス。あ、もう一個そっちがなんか接着。問題止まってんじゃん。めっちゃ硬い。テープどころの話じゃない。うん、
こいつはだから。とりあえず、テンバリが外れるかどうかね。はい。もうこうなってた。いけますね。シートとか全部外してたら。ちょっと、うん。なんとか。ね。なんとかいい。全部外さなあかんけど、中のもんね。で、なったらこうやって見えてきます。ドドーンと。ここからまた別で。はい。大変なやつは。カプラーが昔あります。これまだ逆や。え？カプラーが。ああ。ついてる。ママピンク。この爆弾カップラーだとね、ちょっと見えにくいところ、はい、押すところがね、押すところに見えるところの下か、うんうん、はい、これがまあサンルーフと、はい、セットのハーネスって言っていいかな、配線、ここがサンルーフ、はい、うん、外す動画でまた別でしょうか。OK、 はい。